はい、どうもゲーム仮面です。さあ今回はザ・アメージングデジタルサーカスについて紹介していきます。このグリッチっていう YouTube の中で公開されてるね CG アニメーションのことなんだけど、前回なんとこれ6ヶ月前にねザ・アメージングデジタルサーカスのパイロット版として出た動画、これが第1話なんだけど、これがもう3億回以上再生されてるんだよね。でゲーム仮面もその第1話については考察動画を出しました。まあ概要欄に貼っとくんでね、見てくれたら分かりやすいと思うんだけど、ザ・アメージングサーカスっていうのは VR をねつけた VR のヘッドセットをつけたね、25歳の人女の子がデジタルの世界に入ってしまったよっていうね話なの。入ったらいけないデジタルアメージングサーカスっていうね、いろんなキャラクターがいる世界にたどり着いたわけなんだけど、そう、25歳の女の子はアメージングデジタルサーカスの中ではこういう風にねポムニっていうねキャラクターになってしまったと。でこの人たちも元は人間なんだけど、同じように VR ゴーグルをつけてこのデジタル世界に入ってしまったと。このサーカスの中に入ってしまったら、なぜかデジタルの世界から出ることができないと。でこのデジタルの世界では、こうやって一人一人自分のイラストが描かれた扉のお部屋が与えられるんだけど、こうやってバッテンつけられてる人がね何人も出てくるの。これはバグってしまった人なんだよね。でこのキャラクターねバッテンつけられてるんだけど、途中で出てくるこのキンガーっていうキャラクターの奥さんなんだよね。そう、夫婦揃って VR ゴーグルをつけてこの世界に入ってきたんだけど、奥さんクイーナーっていうやつはなんとバッテンをつけられてしまってるからバグってしまったんだよね。そっからこの夫のキンガーは頭がおかしくなってしまう。そして第1話ではこのカフモって呼ばれるピエロのキャラクターがやばいことになってしまったと。カフモの部屋にはこうやってね恐ろしい書き込みがたくさんあったんだよね。エグジットって書かれてるんだけど、このエグジットっていうのは出口っていう意味、出口を探してたんだね。で、ノーエグジット、出口はないっていう答えにたどり着いたんだよね。このサーカスには出口がない。そしてカフモはバグってしまって、こういう風に化け物になってしまったと。そのカフモが描いてたイラストが完全にこれケインなんだよね。ケインっていうのが黒幕、おそらくこのデジタルサーカスを運営している人で、主人公はこうやってバグになってしまったカフモから逃げるっていう描写があったんだよね。で途中でこのエグジットっていう出口が現れたから、そこにポムニア入っていくんだよ。だけど何回入っても出口っていう扉が新しく出てくるだけで、そんな中たどり着いたのがこの部屋なんだよね。この部屋にはなんと VR ゴーグルがあるんだよ。これをつけたんだよポムニア。この部屋に入って VR ゴーグルをつけたらデジタルサーカスに入ってしまったんだよ。これを見落としてる人がたくさんいるんだよね。さらにポムニが奥に進んだ時に出てくるのがこれ、明るくしたら C&A って書いてあるんだよね。この C&A っていう会社こそがポムニが騙された会社なんですよ。ここでこの会社が作っているのがデジタルアメージングサーカスっていうデジタルの世界なんだよね。で結局ポムニが入ったのは虚無の世界、何もデータがない、まだ何も作ってない世界に入っちゃって、そこでケインにねワープさせられちゃったっていう、結局出られなかったんだよ。結局ポムニは他の仲間たちと一緒にデジタルの世界から出たかったけど出られなかったんだよね。みんながいる世界はここで、それ以外はほとんど虚無なんだよね。ほとんどデータがないね。デジタルの世界ってね、このデータがないところにデータを作っていく仕事なんだよね。はい、こっから先は公開されたばっかりの第2話を解説していきたいと思うんですけれども、第2話を見てから見た方がいいと思います。概要欄にリンク貼っていくので、まだ見てない人は見てみてください。ポムニは最初自分がバグってしまった夢を見るんだよね。これバグですね。でこの世界ではバグってしまったら、はい、この暗闇の空間に落とされてしまう。これ前回もバグったカフモが落とされてるんですよ、この同じ穴に。新しい男たちがバグってしまったようだね。はい、そう、この世界ではバグってしまった人、このケインによって排除されてしまうんですね。そんな夢を見てしまったポムニが目を覚ますところから始まります。夢の最後に見たこの目、前回出てきたこのカフモの目に似てますね。はい、カフモがバグって捨てられたっていうことが
ポムニにとってはめちゃめちゃトラウマだったんですね。はい、前回あんまり描かれてなかったんだけど、ポムニのね部屋が描かれてますね。結構綺麗なお部屋ですね。ポムニの帽子がここに置かれてるっていうね。手袋も置かれてる。今日の冒険はキャンディー運びよ大騒動。ケインっていうやつが毎回毎回冒険っていうクエストを出すんだよね。これはおそらくなんだけど、ケインっていう VR ゲームを作っている運営者がポムニとか、たくさんの VR ゴーグルをつけてデジタル世界に閉じ込められてしまった人たちを使って、ゲームの実験をしてるんだよね。発売する前にテストするみたいな、そういう世界観なんだよねこれは。でキャンディー運び屋大騒動、ケイオスっていうのはカオス混沌っていう意味なんだけど、一体今回何が起こるのか。キャンディーキャニオン王国からとても貴重な資源であるメイプルシロップが奪われた。はい、そのメイプルシロップを盗んだのがこの3人のトカゲみたいなね、恐竜みたいなやつだと。でこのクエストが紹介された時にポムニがとても大切な言葉を言います。私たちのここでの存在ってただのライブ RPG だよね。なんでわざと突っ立ってるんだ。キャンディーキャニオン王国へ急がんだ。ポムニは25歳の女性だから気づいたんだよね。これでやらされているクエストっていうのはライブ RPG っていうゲームなんだよねと。ここでケインがめちゃめちゃ焦ってるってことはおそらく合ってるんだよね。はい、ということで、強制的にこのキャンディーキャニオンキングダムっていうね、お菓子の国に連れてこられたポムニたち。はい、ここでちょっとストップなんだけど、キャンディーキャニオン王国、ここのメープルシロップが奪われたということなんだけど、はい、デンジャー危険だよって書いてあるのがこの化け物キープアブト。この化け物は入ってくるな。この化け物が嫌われてるんだね、このキャンディーキャニオン王国では。それがなんでなのかっていうのがこの後わかりますね、きっと。はい、そしてこの王国にいるこの棒人間みたいな人たち、これは NPC と呼ばれるモブキャラですね。任務については知ってるわよね。ゴーダス班は改造したシロップのタンクローリーに乗っていったから、張り合うための最高の方法として専用の改造トレーラーを用意したわ。これは品物を確保した時に王国に戻るための鍵よ。悪い奴らの手に渡らないように頼むわね。お任せを、女王様。はい、この鍵が非常に大事なんだよね。この鍵があればこのキャンディーキャニオン王国に帰ってくることができるという鍵、これが後で大事な役割を果たします。これに乗ってゴーダッツさんを追いかけてくれというわけだね。というわけでポムニたちはその車に乗ってゴーダッツさんを追いかけに来ました。これがクエストです。はい、ここにいたのがゴーダッツさん、メイプルシロップを盗んだやつらですね。村まで全部持っていけばお袋さんは元気になるのか。言ってよくなるぞ。これだけあれば何百人も救えるぞ。俺たちが村に戻るまではまだわからねえ。お袋は戦ってる。俺にいろいろ教えてくれた人だ。はい、どうやら彼らにも事情があってメープルシロップを盗んだみたいですね。はい、このメープルシロップがあることによってこのトカゲたちは仲間を何百人も救うことができるということなんでね。おい、グズグズしてられねえぞ。追っ手を送ってきたようだ。彼らがねカッターでこの卵を削ってるんだけど、結局急ぐ時にその卵を捨ててるんだよね。これ何だったんだろうね。よしガングル、奴らに追いついたら僕が飛び乗って中に入り込んで撃ちまくる。誰だか分からなくなるまでね。やっちゃいけないことのような気がするけど、追いついたら私たちは決まってんだろ、かわすれんだ。ちょっと待って、ジャックス。ポムニの信じられない能力なんだけど、この腕が伸びるっていうルフィみたいなね能力があったんだね、ポムニには。おいガングル、奴らに突っ込むんだ。え、突っ込んじゃダメ、ポムニがまだ乗ってる。やれ、出ないとラガタにあんなことを言うぞ。はい、ジャックスはガングルのある秘密を知ってるみたいだね。でガングルはその秘密をラガタに知られたくないみたいだね。はい、いろいろあってジャックスが乗ってるトレーラーはチョコレートの海に落ちちゃいます。そしてポムニは恐ろしい顔をしながら、あー、めっちゃバグってる状態で、はい、謎の世界に落ちちゃいます。はい、そして敵キャラだったこの NPC は謎の空間に落ちていくことになるんですね。この空間一体何なのか。謎の空間にはキャンディーキャニオンキングダム王国にいた棒人間たちと、
そのキャンディ王国に入っちゃいけませんよと言われてた謎のモンスター、あとこれね途中で出てきた生き物と王女様、そしてこの3人の強奪犯、こうやってピーンって腕を伸びてるのはこれキャラクターを作る時の画面なんだよね。はい、ゲームを作る画面だとこうやってねキャラクターがねこういう感じでね手を伸ばして立ってることが多いんですよ。他にもこういう感じで、ね、ルフィはこんな感じになりましたね。こんな風に手を伸ばしてることが多くて、おそらくそれを再現してるんだよねこれはね。で、この強奪犯は自分のアバターがこんな風に配置されてるのを見るんだよね。こいつは人間じゃないんだよ、 NPC と呼ばれるねプレイヤーじゃない、つまり元は人間の人じゃないやつがこうやって自分を見てしまうわけ。なぜお前やその仲間たちはここにいない？多分だけど私たちが NPC じゃないからかな。 NPC だと何の話だい？ NPC のキャラクターだけがここに置かれてるんだよね、つまりプレイヤーじゃない人たちってことだ。お前らは何者なんだ？俺は、おふくろはどこだ？お母さんがいるの？おふくろの顔すら思い出せねえ、何が現実なんだ？ちょっと待って、そのことを考えるのはやめて。おふくろの顔まで思い出せないって言ってるんだけど、彼らはちょっと前にこんな会話をしてたんだよね。村まで全部持っていけばおふくろさんは元気になるのか？きっとよくなるぞ。おふくろは戦ってる、俺にいろいろ教えてくれた人だ。おふくろのために彼らはシロップを盗んだっていう設定だったんだけど、そのおふくろの顔すら思い出せない、つまりただの設定だったってことなんだよね。彼らは人間ではなくてこのパソコン、このゲーム上のキャラクターの一人だったから。はい、その一方でチョコの海に落ちてしまったジャックスたちは一体どうなってしまったのかということなんですけれども、はい、こんな感じですね。なんかねゲームの世界だからチョコの海に入っても別にトレーラーが濡れるわけじゃないっていうね。そしてそこにいたのがあいつなんですね。おこりゃなんだ、見間違いか？王国の門の内側から来たごちそうがいただけ。ちょっとこいつはキャンディ王国から追い出されてる、キャンディ王国に入ることができない化け物ですね。アバターのところにもいましたね。え、君は誰？俺はファーチ。前は王国の壁の内側で暮らしていたが、あのふざけた女王に追放された。おいしそうな住人たちを食べ過ぎたから。こいつはなんとキャンディ王国の中にいたんだけど住民を食べ過ぎちゃったから追放されたらしいですね。どうやらあの棒人間たちはキャンディでできてるようですね。僕が言っているのは王国の壁の中に入る方法をたまたま知ってるってこと。僕らが帰るのを手伝ってくれるなら。ちょっといつの間に。うるさいなリコリス頭。これに隠すんだ。おお、あんたは解放の神か何かに違いない。君にやってもらうのは悪者を懲らしめる手助けだけだ。なんとジャックスはラガタが持ってたこのキャンディキャニオン王国に入るための鍵を盗んでたんだよね。でこの化け物はまたあのキャンディ王国にまた入りたい、入ってみんなを食べたいって思ってるんだよね。ジャックスはその入りたい気持ちを利用しようとしてるんだね。俺には何もない、人生も記憶も全部偽物だ。変かもしれないけどその気持ちわかるよ。ポムニはこのトカゲのねキャラクター NPC が自分の存在が NPC っていうことに気づいて悲しんでることに、かわいそうだなって感じたんだよね。俺たちはただの障害物だ、だとして忘れられるだけの、まあ、ゲームにおいてプレイヤー以外の動くキャラクターって敵キャラとか、まあ、お店の店員とかね、そういう存在だから忘れられる存在なんだよね。サーカス、私がいた場所、その元々は別の場所から来たんだけど、私の居場所だったらあなたの居場所にもなるはず。きっとあなたもそこで実在の何者かになれるはず。私はただあなたに虚しさを感じてほしくないだけ。というわけでポムニは優しいから、このトカゲね、自信をなくしてしまった NPC、 居場所をなくしてしまったと感じている彼を自分たちがいた元のサーカスに連れて行こうというふうに考えるわけですね。
というわけで、車を使って脱出しようとするわけなんですけども、はい、極めて変な空間にいたんですよね。そこから脱出していくわけです。そしてポムニが乗ったトレーラーがなんと、はい、ファッジに激突したということなんですね。ここで不思議なことが起こります。なぜ高達班のトラックが2台も？こっちもシロップでいっぱいだ。トレーラーが1台ね、バグって2台になっちゃったんだよね。同じトレーラーが、これ完全にバグだね。でこのトレーラーのここからこの蛇口をひねったらメープルシロップが出てくる仕組みになってたんだよね。ここでこっちの1台を村まで持っていくのはダメか？あーそうね、2台あるから実害はないわね。2つになったからもう1台は彼らの国の困ってる人たちの元に届けられることになったんだよね。これで誰も困ることはなくなったわけだね。これが1台あれば何百人ものキャラクターが救えるという設定になっていたから。勇敢な騎士たちのおかげで王国は繁栄を取り戻すことでしょう。それでは騎士の皆さん、あの強奪犯の処刑をよろしくね。おやおや、多分門を開けっぱなしにしてなかったよな。あいつ死んだんじゃん。まさかあれをやったの？まあお待ちを。やったって何を？いつかまた助けに来るよ。じゃあね。ジャックスが王国に帰るときに王女様からもらった鍵を使ったんだけど、その鍵を開けっぱなしにしてたから、またこいつがキャンディ王国の中に入ってしまうという罠をジャックスは仕掛けてたんだね。おそらくたくさんいる棒人間の キャンディたちがあの怪物によって食べられてしまうことでしょう。おかえり我が鉄壁の戦士たち。ねえ、ここがサーカスか。馴染めるといいかな。あいつらの一体が入り込んできたようだね。待て、ちょっと、なんで？ NPC を気に入ったんだろうけど、私が人間と NPC の区別がつかなくなり始めたら一体どうなるんだろうね。このデジタルサーカスに入っている人たちはみんな元人間の人たちなんだよね。でこのケインはデジタルサーカスにいる VR で入ってきた人間たちを管理してる。このデジタルサーカスにおいて NPC はケインにとって邪魔だったみたいだね。ねえ、カフマのお葬式には出てくれるよね。バグった仲間を偲ぶためにお葬式を開きたかったの。いつも覚悟してるつもりだったけど、写真が用意されてると、あ、もうダメ。ちなみにこのラガタは前回のバグってしまったカフモに襲われてる時にジョークに愛想笑いしてるって怒られた時とかって言ってるんだけど、愛想笑いしてるって怒られたことがあったんだよね。はい、どうやらカフモっていうキャラクターはずっとジョーク言ってたんだけどみんな笑わないっていうね、いじられキャラだったみたいですね。カフモはいつもジョークを言ってるキャラクターだったんだよね。だけどこのガングルは笑わなかったし、ラガタに関しては愛想笑いみたいなね笑い方をしてしまった。みんなこのジョークを言うカフモに対して罪悪感を抱えてるんだよね。ガンブロはカフモがジョークを言ったことに対して笑ってるみたいなね。はい、ということで今回はこのカフモに対する死を、バグってしまったカフモの葬式で終わってしまったわけなんですけれども、まあデジタルの世界においてバグってしまうことっていうのは本当に恐ろしいことなんだね。そして自我に芽生えてしまった NPC の悲しみ、これが今回のテーマだったんだよね。さあ、ポムニは元の世界に今後戻ることができるんでしょうか。まだ続きそうな感じですね。次回も楽しみにしましょう。以上、ゲーム仮面でした。